名阪近鉄バス若森営業所は、岐阜県大垣市にある名阪近鉄バスの営業所である。名阪近鉄バス若森営業所主に、大垣駅南口を発着、または経由する路線バスを担当する。最寄りのバス停は、若森車小前である。青柳線、赤坂線、料理用北線、荒尾線、荒崎線、安八地方住線、稲葉線、大垣大野線。 大垣市役所線大垣女子短大スクール線海イ線開発住宅線川波線、木垣線岐阜協立大スクール線市民、開館線女子短大線関ヶ原寺線、ソフトピア仙台小スクール線橋間線和之内線、和之内橋間線、大垣伊吹山線大垣競輪場線、大垣野口線大垣宮城線、ふわ高校スクール線、コミュニティバスデマンドバス、補助金受給路線、 名阪近鉄バス。2021年1月28日へ閲覧。AB、大垣市の公共交通機関について。大垣市。2021年1月28日へ閲覧。質問、養老町の路線バスは大丈夫養老町。2021年1月28日へ閲覧。新路線、安八パチ線の運行開始について AB。 中部地区のコミュニティバス運行状況岐阜県国土交通省中部運輸局自動車交通部旅客第1課 P32021 年5月6日閲覧木曽美河公園線廃止についてありがとうございます。